今日午後1時過ぎ、松坂市飯高町下滝野の流れる岸田川で、女性が川に落ちたなどと消防に通報がありました。川に落ちたのは外国籍の30代の女性で、現在も行方が分かっておらず、警察と消防で捜索をしています。女性は友人らとバーベキューをしていたということで、警察と消防で川に転落した原因などを詳しく調べています。